僕の名前はマイルス。この次元でたった一人のスパイダーマンだ。すべて順調にやってる。マイルス、話があるの。あ、グエン。出かけない？すごいね、信じられない。待って、何それ、スパイダーピープルの最強チームじゃん。彼はミゲル・オハラ、忍者ヴァンパイアよ。ここのリーダーでマルチバースの崩壊を防いでる。僕も仲間に入りたい。お前にはまだ早い。多めに見てやってくれ、師匠の俺のせいだ。ピーター。赤ちゃん始まった。やってられん。マイルス、スパイダーマンには犠牲が伴う。それが運命だ。見殺しにしろって。選ぶんだ、愛する一人を救うか、世界を救うか。僕は両方救える。スパイダーマンはいつもじゃない。奴を止めろ。ミゲル、約束が違うぞ。ヒーローだと思ってたのに。そうとも。誰に何と言われようと邪魔はさせない。見てろ、運命なんてぶっ潰す。総員に次ぐスパイダーマンを捕らえろ。君か、俺か。マイルス、スパイダーマンアクロスザスパイダーバース。あれ、なんか私じゃないよ。え、私じゃないよ。あれ、タイトルコール、ゆうきさん。私じゃないです。闇深いバージョンじゃなくて。闇が深いバージョン。闇が深い、違う。どんなタイトルコールですか。どちらかというとちょっと明るくなかったですか。確かに。俺もいろんな役やるけど、あんな綺麗な女の声は出ない。確かに。そう、綺麗な声は出ないもんね。ねえ。ひどっ。沢口さんでしょ。いやいや、違う。ここで一つ発表させてください。そうなんです。実は本日サプライズで超スペシャルゲストにお越しいただきました。この方です、どうぞ。すごい上手だった。最高でした。綺麗な声だなと思ったら。改めて大きな拍手お願いします。よろしくお願いします。いやー、なんか始まる前緊張する、みんながプレッシャーかけてましたもんね、リサさんに。本当ですよ、一番タイトルをするのが難しいとか言ってプロの選手の方たちが言うもんですから。私どうしたらいいのって思って緊張して。絶対間違えらんないね、なんて。しかも何回もリテイクするかもしれないよみたいなこと言われて、いや、リテイクするように言った方がいいのかなとか、いろんなこと読んじゃって。噛んだ方がいいね。そう。いや、皆さん、リサさんのタイトルコールいかがでした。皆さんいかがでした。ほら、素晴らしい。終わった直後に大きな声で面白かったってそう、めちゃめちゃ面白かったって言ってましたよね。そんな大きな声で、よく通る声で、なんかそう、うん、もう本当にあのね、日本語吹き替え版でその時見たんですけど、もう日本語だからこその本当に皆さんの、あの、まあ、演技と言っていいのかわからないですけど、もう本当に面白くて、あの、私劇場でめちゃくちゃ笑ってました。声が通るんですよ、笑いが。映画中も試写室にものすごい声通るんですよ。いや、でもね、皆さん結構クスクス笑われてましたよね。我慢できずに笑ってました。そう。なので今日も多分 きっと皆さん笑われると思うので、大いに、ね、楽しんでほしいなと思います。どうしよう、全然笑ってなかったら。どうしよう。いや